ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考、はいえー、こんにちはアポロです、えー、今日はですね仕組みイコールピタゴラスイッチというテーマでお話していきますこの仕組みという言葉ですけどもウェブマーケティングでよく出てくる言葉ですよね 仕組みかなんてね、耳にすることが多いと思いますけど、ではそもそも仕組みとは一体何なのかということですね、今回は考えていきたいと思います。で、結論から言うと、この表題に出ているようにですね、仕組みとはピタゴラスイッチですよというのが、まあ、僕なりの結論なわけですけど、ピタゴラスイッチで見たことありますか僕も結構好きな番組で。 カナダでも、まあ、そういう日本のテレビをね見る方法があるんで、えー、まあちょいちょいね子供と一緒に見てた頃があったんですけどピタゴラスイッチの中にあのこういろんな仕掛けがあってこう順々に作動していくみたいなねコーナーがあるじゃないですかあれがまさに仕組みなんですけどああいう状態を作ることが仕組みなわけですよ多くの場合このウェブマーケティングにおいて人々が仕組みと呼んでいるのはですねあの状態になって っっててていいなけど仕組みって呼んんじゃるることが結構あるんですよもっと分かりやすく言うと、まあ、ドミノみたいな感じですよね。ドミノって1個倒れたら次のやつが倒れるじゃないですか。で次のやつが倒れたらその次のやつが倒れますよね。1個倒れたら順番順番に倒れていくみたいな。ああいう状態になっていれば仕組みなんですけどそのただ仕組みかっていうね言葉だけを考えている人たちはドミノが1個倒れても次のやつは倒れてないっていうね。 ことがちょいちょょいいあるわけです例えば、ね、ランディングページを作る、無料プレゼントをあげる、ね、メルマガに登録する、フロントエンド売る、バックエンド売るみたいな、その形を作る、いわゆるそのファネルというものですね。それを作ること自体が仕組み化だと思っていると思うんですけど、それって正しく機能していなければ意味がないんですね。例えば、ランディングページで、この、 落ちてしまう脱落者が出てしまったら意味がないしまあその、えー、無料プレゼントの段階で、えー、落ちてしまうもしくは、ね、メルマが登録しないとかフロントエンド売れないで仮にそこまで行ったとしても最終的にバックエンドつながらなかったら仕組みになってないわけですよつまり全部が連続してこうねうまく作動するような仕組みになってるから仕組みとして成立するわけだって多くの人がそのウェブマーケティングで仕組み化と呼んでいるのはですね仕組みの仕組み化なんですね 仕組みをを作作るための仕組みを作っていいわけですよ仕組みっていうのはそういうふうに1個作動したら自動的に次のも作動するみたいなその状態ですだから仮にその形だけに、ね、ファネルを作っても例えばランディングページ作って無料プレゼント作ってフロントエンドバックエンドを作ってもですねそれがそもそも機能していなければ意味がないってことですよだそれは仕組み化ではないんですね 仕組みの仕組み化です。仕組みを作るための仕組みを作ってるに過ぎないということですで。仕組み化って必ずしもああいうものだけを仕組みというわけではなくて、それこそマニュアルとかも全部仕組み化なんですね。企業で、えー こうね、なんかマニュアルとか作ったりすると思うんですけど、まあ、こういう対応があったらこういうふうにね、対応しなさいみたいな感じの。あれも全部そういう、こういう反応があったらこういう反応しなさいっていう、まあ仕組みを作ってるわけなんですけど、あんなも全部そうですね。フランチャイズとかそういうのも全部仕組みじゃないですか。で、この、我々の個人ビジネスにおいて言うならばですね、オフラインとかでも仕組みって作れるんですよ。例えば、人脈を広げていって、誰かとつながる。A さんという人とつながって、この A さんがキーマンになった場合ですね、 A さん経由で仕事を紹介してくれるみたいな状態ができたら、これは仕組み化ですね。ある意味自動集客ができる。何もしなくても A さんが勝手にお客さんを流してくれるような状態ができるわけだから、これは仕組み化なわけですよ。だそういう人たちを A さんみたいな人、もしくはそういう企業とかを、ね、2人3人とこう増やしていけばですね、何もしなくてもどんどんお客さんが入ってくるわけです。だそれって集客の仕組み化なんですよね。 自分がやらなくても、えー、お客さんが勝手に集まってきてくれる。だから、必ずしもね、その、仕組み化っていうのは、そういうオンラインで、いわゆるそのパネルを作ることだけではなくて、オフラインでも仕組み化ってできるんですよ。すごく口コミを広げてくれるね、えー、いいお客さんがいたら、その人が次のお客さんを呼んでくれる状態。だとしたら、それは一個の仕組みですよね。集客を実現する。しかもその、 集客だけじゃなくて、信頼が乗った状態の集客ができるわけですよ。その A さん自身に信頼があれば、A さんの紹介によって来た人は、A さんの信頼が乗った状態で来るんで、まあ、かなり商品も売れやすくなるわけですねで。そういう状態を作っておけばですね、何もしなくても勝手に商品が売れていくんですよ。集客もしてないけど、お客さんが来て、しかも構成役率で売れるから、ほぼほぼ売れるみたいな状態だと、これはある意味自動化ですよね。だからオフラインでも自動化はできるし、仕組み化ってできるわけですよ。 だけどそういうふうに考えずに仕組みイコールい、まあ、わゆるあのファネルみたいなふうに考えている人っていうのはそういう発想が持てないんですよねだから仕組みっていうものを誤って考えてしまって仕組みっていうのはオンラインでしか作れないとかねああいう形を作ることが仕組みかなんだっていうふうに考えてしまうちょっと発想を考えて変えてみてほしいんですよ今言ったみたいなことも全部仕組みかっていうふうに考えるとじゃあどういう仕組みが他にあるのかなっていうふうにね考えることもできると思うんですよ まあ要するに自分が何もしなくてもそういう売れる流れができるみたいなっていうのが仕組みなんですねそういうふうに考えるといろいろアイディアって出てこないですかねもちろんオンラインでも作れるしオフラインでも作れるだどうやったら仕組み化できるんだろうっていうふうに考えるとじゃあ例えば人脈を広げていくとかねそういう誰かを紹介してくれるような人とつながるとかそういう戦略もできると思うんですよ ある意味自力で集客するよりもそっちの方が、まあ、えー、都合が良かったりするわけですね。それこそアフィリエイトシステムを使うとかっても全部そうですよね。自分で売らなくてもアフィリエイターが売ってくれるわけだから。それも仕組みなわけですよ。自分で商品作って、えー、自分のメディアで売るのではなくて、自分で商品作って、それを例えばどっかのね、そういうアフィリエイトシステムを採用しているようなプラットフォームに置いておくわけです。それを誰かがアフィリエイトしてくれたら、自動で売れますよね。 自分は一切その、例えばブログを書いていないとかね、まあ、YouTube とかもそうですけど、一切情報発信してなくても、例えばインフォトップとかにね、コンテンツだけポンって置いておけば、インフォトップがアフィリエーターを連れてきてくれて、でアフィリエーターが勝手に、まあ、彼らのメディアで、まあ、商品を紹介してくれて、そのうちの一定数が売れるっていうふうになると、これは仕組みかなわけですよ。 自分が何もしなくても勝手にアクセスを集めてくれて勝手に商品が売れていくみたいな状態になるんでだそういう状態を作るってことですねだからここのアフィリエイトシステムを使うとかインフォトップを使うとかねアフィリエイターで売るみたいなのが仕組みでそれを売れやすくするためにはやっぱりいい商品を作る必要があるしコピーライティングスキルを磨いて売れるセールスレターを作っていく必要があるどんなにそういうね形だけを まあえー、使ったとしてもですね、やっぱりザルに水じゃ意味がないわけですよ。パネルも一緒ですよね。どんなにそのランディングページとか、無料プレゼントとかね、フロントバックとかで作っても、ザルに水で制約率0%とか、そもそもアクセスが集まらないとかね。っていう状態だったら、仕組みとして機能しないわけです、それは。 だからやっぱり仕組みとして機能させるためには、最初にそのざるに水状態を防ぐ、ちゃんと売れる状態を作ってから、そういう流れを作るってことですね。ベルトコンベヤに流していって、工場とかでもそうじゃないですか、第1工程、これ第2工程、これ第3工程、これみたいな感じで、ベルトコンベヤに載せた商品がどん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 ね、流れていって、最終的にその完成品みたいな感じになると思うんですけど、ああいう状態ですよ。売れないベルトコンベヤそういう何も機能しないベルトコンベヤに商品を載せても、何も変わらないですね。 ちゃんとそういうふうに、それぞれのパーツで、ちゃんとそれが機能するような状態になって初めてあのベルトコンベアをね、意味をなすわけであって、ただベルトコンベアに物を乗せるだけでも、売れない流れの、売れない流れを作っても、売れないっていう状態が自動化されるに過ぎないわけなんで、あれを作ることが仕組み化とか自動化ではないってことです。ちょっとね、仕組みについて、やっぱりこう、 なかなか言語化とか定義付けみたいなものってね人それぞれ曖昧だなっていうふうに思っていて、まあ、大半の人があのファネルっていうものを仕組みだとねいうふうに思っているのでちょっと今回ね、まあ、僕なりのあくまでも見解ですけど仕組みというものについてねお話しさせてもらいましたぜひちょっとね発想を広げてもらって仕組みの作り方っていろいろあると思うのでそのあたりを考えながらどうやったら仕組み化できるかなと いうふうにいろいろねアイデアを練ってもらうとまあ思いもよらないですねそういうアイデアが降ってきたりとかっていうことがあると思うのでまあぜひね、えー、仕組みというのは、まあ、ピタゴラスイッチみたいに機能して初めて仕組みですから機能しないのは仕組みじゃないですから仕組みの仕組み化ではなくてちゃんと仕組みにしましょうということですね